続いて今日の特集です。多くの市町村は調査研究のために使う政務調査費という特別の補助金を議員や会派に支給しています。その政務調査費を使って議員の視察が行われているんです。徹底検証第4弾、今回は釧路市議会議員の視察の実態に迫ります。道内第4の都市釧路、財政再建団体に転落しかねないと市長自らが認めたこの町で、議員たちはどんな活動を行っているのか。今回 HTB は情報公開制度に基づき、議員の調査経費の一部として支給される政務調査費の支出明細を入手した。日程表に並ぶ数々の視察先、しかしこういう視察があるのでよろしくということはなくてですね、はい、そういう見学はなかったということは言えます。一方、視察した議員は外観だけ見ただけなんで、会ってないんですか？会ってないです、会ってないですよ。視察で使われる巨額の税金、その実態は、市政に関する調査研究に必要な経費以外に当ててはならないと定められている政務調査費。釧路市の場合、所属する会派に対し議員1人当たり年72万円が支給されている。 HTB では今回政務調査費の中で特に大きなウェイトを占める出張旅費について、その内容を検証した。視察の目的は観光戦略等の研修。最初の視察先、松本市に確認したところ、市役所内で観光に関する調査が行われていた。時間はおよそ90分。ところがこの後の視察先は、事務の女の子もそういう受け入れをしたというのは記憶はないものですから。いずれの視察先も HTB が調べた範囲では議員を受け入れた記録が見当たらなかった。別にその名刺交換をして云々っていうことはやってないので、一観光客として純粋に質問して聞いたりという形で、やってますけどね。議員によれば、松本市以外は公式な視察ではなかったものの、視察自体はスケジュール通り行ったという。でもそれがどうなんだって言われたら、ちょっと何も言えないですけどね。この視察に要した費用は議員4人で90万9600円だ。こちらは別の会派による沖縄県の視察だ。学校2学期制、新石垣島空港建設など日程表には具体的な視察先が明記されている。しかし、そういう視察を来たという、職場のそういうあれがないということでですね、そういう見学はなかったということは言えます。で、石垣市公共施設管理公社についても、はい、特にどなたかとお会いしたことは。いや、これ施設だけ見に行っただけですね。石垣島の空港建設についてはこれも外観だけです。結構立派な天文台なんですね。いや、結構建設年度古いと思ってましたけども。去年4月にオープンしたばかりの天文台、実は当時台風の被害を受けて閉鎖されていた。あれ、台風って18年でしたか、はい、あったの9月でしたか、はい、いずれにしてもちょっとそれ記憶じゃない、かさたかじゃないんですけども、
まあ、見たときは中まで入っていったんですね。外観だけ見ただけですね。議員は学校2学期制問題では関係者の誰かと会ったと主張しているが、それ以外は施設の見学が中心だったという。調査項目の一つ、不登校対策アクションプランについては、これって見学する場所もないじゃないですか、うん、で人とも会ってなかったら何を視察されたのかなと思うんですよ。ちょっとこの辺もね、記憶定かでないんで、調べてみますけども、いろいろと勉強してきたっていうのは間違いない話だから、釧路の町づくりの中にもね、いろんなそうやって見てきたことに対してのやっぱり助言もして、いろんな建物建てたり町づくりやってきてる中で、全く不必要だって言われるんであれば我々心外だしさ、うん、この視察、日当も含めておよそ110万円の税金が使われている。ただ行って行くのが視察なのか、一体何のためにここに行ってるんでしょう。目的がちょっとやっぱり希薄じゃないかなね。なんか視察っていうかね、なんかどっか遊びに行くのが目的じゃないの、これとしたら。市民からも疑問の声が相次ぐ議員視察。果たして市政にどのように生かされているのか。今年2月、引退する直前に沖縄を視察した別の会派の元議員に話を聞いてみると、議会に反映できるかって言ったらね、まあそれだけ必要なくなってきてるんだ、これな。必要なくなってきている、うん。水戸君はさ、さっきの話でねえけども、ね、インターネットなんかでさ、うん、情報がかなりね、うんうん、身近に入ってくる面もあるから、うん、釧路の予算だって何見たってさ、これは合併してもしなくてもものすごいこう厳しいね、どん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 集約をしてさ、改革していかなきゃならん時にね、視察ばっかりどんどんしたから、だってやるもの決まってるわけだから。議員の視察に対しては司法の厳しい判断も相次いでいる。2月、札幌高裁は訪問先で中身のある説明や質疑応答がなされることが必要だという判断を示した。4月、仙台高裁は市政と関連性がない視察は違法だとして出張旅費28件の返還を命じている。普通の人は自腹切って休みを取って行くわけですよね。議員だからといってなぜそれが税金で、税金を使って平気で行けるのか。議員としてどうしてもそこへ行かなければいけないという目的と、やった内容と結果報告と、これをちゃんと明らかにできなければ、それはもう私人、一私人による観光旅行と同じなんです。